2018年 W 杯ロシア大会の出場国32チームが15日に出揃い、12月1日にモスクワで行われる組み合わせ抽選の各出場チームのポット、P、分けも決定した。日刊スポーツでは、抽選を前に一足早くシミュレーションを実施。最も下位の第 4P に入る日本が一次リーグを突破するための天国組をデータに基づいて探った。写真、W 杯第3、第4ポットハリルジャパンの運命が決まる組み合わせ抽選が2週間後に迫った。今大会の抽選は、FIFA ランキングの高い順に第 1P から入る。出場国が多い欧州は、各組最大2チームが入り、その他の大陸は同1チームが入る。データを駆使したところ、日本が3戦全勝で1次リーグ突破する可能性 100% の組み合わせが存在した。日本は98年フランス大会から5度、W 杯に出場し、2度決勝トーナメント T に進出した。突破した2大会での共通点は、同じ組に欧州2チーム、アフリカ1チームが入る組み合わせ。02年日韓大会はベルギーとロシア、欧州、2チュニジア、アフリカの3チーム。2勝1分けで突破した。10年南アフリカ大会では、オランダとデンマーク、欧州、2カメルーン、アフリカで2勝1敗で2度目の決勝 T 進出を決めた。まず、日本と対戦する可能性がある組み合わせは全部で326通りある。その中で過去、決勝 T に進出した欧州2チーム、アフリカ1チームの天国組は72通りあり、その確率は約 22% になる。次に、対戦国を選出する。第 1P は FIFA ランキングが日本より下位のロシアで決まり、と思われるが、W 杯開催国は10年の南アフリカ以外決勝 T に進出していることを考えれば、避けたい。ここで押すのは、ポーランド。日本は国際 A マッチでの対戦成績は2戦全勝。5得点0失点と相性がいい。世界最高峰の FW レバンドフスキもいるが、これはあくまでデータに基づいた選出のため、ポーランドに決定する。第 2P は、スイスで決まり、1試合だけだが、07年に 4-3 と競り勝っている。第 3P は、エジプトに2戦全勝、チュニジアの4戦全勝と勝率 100% が2チームある。日本が3戦全勝で決勝 T に進出する、超天国組は第 1P ポーランド、第 2P スイス。第 3P はエジプトかチュニジアの2通りとなる。歴史は繰り返されるのか。南米や北10枚カリブ海が入っての突破と、新たな歴史を築くのか。日本の組み合わせが注目される。上原健作、抽選メモ W 杯ロシア大会の組み合わせ抽選では10月16日発表の FIFA ランクをポット、P、分けに適用。出場の上位7チームと開催国ロシアがシードされて第 1P、続けてランク順に8チームずつ第 2P、第 3P、第 4P となる。各 P1 チームずつを A-H 組に振り分ける。一次リーグでは欧州は同組に最大2チーム、欧州以外は同じ大陸連盟チームは同組とはならない。ポットは壺。ポットに各チーム名が入った玉を入れて抽選するのが由来とされている。組み合わせ抽選に用いる各ポットは次の通り、第1ポットロシア、ドイツ、ブラジル、ポルトガル、アルゼンチン、ベルギー、ポーランド、フランス、第2ポットスペイン、ペルー、スイス、イングランド、コロンビア、メキシコ、ウルグアイ、クロアチア、第3ポットデンマーク、アイスランド、コスタリカ、スウェーデン、チュニジア、エジプト、セネガル、イラン、第4ポットセルビア、ナイジェリア、オーストラリア、日本、モロッコ、パナマ、韓国、サウジアラビア、